門ド大吉は日本の財務官僚。国際通貨基金理事や財務総合政策研究所長、財務省国際局長等を歴任した。秋田県出身。秋田県立秋田高等学校を経て19、1981年東京大学経済学部卒業。大学在学中はゴルフ部に所属。大倉省入省。配属先は大臣官房文書課 ケンブリッジ大学留学、世界銀行執行などを経て、1993年、主計局主計官補佐。1997年外務省経済、協力開発機構日本政府代表部一等書記官。2000年金融再生委員会事務局金融機器、管理課業務室長。2002年財務省国際局地域協力課長。2004年防衛庁管理局会計課長。 2008年財務省大臣官房審議官。2009年財務省大臣官房付県内閣、官房内閣審議官県内閣官房拉致、問題対策本部事務局次長保健内閣府大臣、官房審議官。2010年財務省大臣官房審議官。2012年国際通貨基金理事。2014年財務省、財務総合政策研究所長。 2015年財務省国際局長。2016年大幹、日本生命保健総合会社特別顧問。後、一般社団法人アフリカ開発協会、副会長理事、公益社団法人グローバルヘルス技術、振興基金理事、財務省財務総合研究所、上席客員研究員、公益財団法人世界平和研究所研究顧問。 一般社団法人日本ミャンマー協会理事等を歴任。2021年、大和アセットマネジメント株式会社取締役。ありがとうございます。